ということで皆さんこんにちは。今回はなんと見てください、ニャンボが11枚溜まったということで、早速回していこうと思います。それ今さっきスペシャルコイン取り銭を4枚回したんですけど、その動画がなんと保存されなかったんですよ。なんでこの動画も保存されてるかわかんないんですけど、まあ、それは未来の俺しかわからないということで、パパッと取っていきましょう。ダブゼ以上こっちなんですよ、10連。ダブゼだったら、スザクか、アースボーか、ロアイエ。で、取り銭は、なんでもいいです、取り銭。ニャンボの取り銭ってだけで価値あるじゃないですか。なんで、この取り銭の中だったら、ほんとなんでもいいです。何出てくれても、俺は喜びます。UZ は、出たらラッキーって感じ。でも、多分出ないと思うので。行きます。この瞬間が使った、初めてニャンボ10連したの。わお、こんな感じなんや、ニャンボって。もし緊張する、ニャンボ10連ずっと楽しみにしてたから。おおおあ、そうかんのは、ええ、出た。やった。オッケーオッケーオッケー。あと、取り銭来てください、本当に。お願いします。こんなんなんだ、ニャンボって。マジで、楽しみすぎる。てか、楽しい。普通に。やばい、止まって、止まって、止まって。オッケー。お願いします、お願いします、お願いします、本当に。ちょっと楽しみにしてた。いや、マジで。やべえ、飽きない。すぐ終わりそう、これ、ほんとに。止まれ。オッケー。こんな感じなんや、マジで。すごい。なんか、なんかすごい。けど、ほんとに、強いキャラというか、取り銭が欲しい。止まれ。あ、やばい。ほんとにやばいかも、これ。止まれ。え、待って、やばい。もう終わり？終わって、もう終わったじゃん。うわ、終わった、マジ最悪。ってことでニャンボ10連の結果これですね。でも結構これ外れというか普通じゃない？まあ、アースオーカーノアの A 出たけど取り出来なかったね。ちょっと悲しいけど、そんなニャンボは軽くないってことが分かった。ってことで初のニャンボダブゼキャラ来ましたね。で、俺、ニャンボの Z ランクのライクオプションあるじゃないですか。あれ、もう今回でゲットできたらいいなと思ってたんですけど、来ませんでした。ということで、ぜひ皆さんも今回のオールスターズコイン、コインじゃない。オールスターズニャンボ復刻、引いてみてください。10連溜まった方は。ってことで、バイバイ。